ローレン・ウィンター、覚えは？さあね、知らないな。ああ、ローレン・ウィンターね。3階だよ、廊下の突き当たり左手だ。ローレン・ウィンターさん、悪いけどうちは予約制よ。待って、50ドルよ。キスも変なこともお断り。問題ない。お金はテーブルに置いて、きっかり10分。アラームが鳴ったら終わり。いいわね。服を脱いだら？時間ないのよ。俺は客じゃないんだ。最悪、警官ね。何なのよ、ただにしろってわけ？ねえ。私はスコット・シェルビー、私立探偵だ。折り紙殺人鬼の犠牲者の親に事件の調査を依頼されている。ジョニーについて聞きたいことがあってね。もう知ってることは全部警察に教えたわよ。出てって。今も殺人鬼は街を歩き回ってる。捕まえなきゃまた犠牲者が出る。捕まえたところでジョニーは帰ってこないわ。わかるよ、ローレン。あんたがどんな思いをしたか。あら、そう。息子の死体を見つける気持ちがあんたにわかるっての？シェルビーさん、悪いけどあんたに私の気持ちがわかるとは思えないわ。殺人鬼を見つけないと他の母親たちが変わり果てた息子を見つけることになるんだ。だがあんたの言う通り、どうでもいいことだ。あんたには関係ないことだからな。何が知りたいの？失踪後、疑わしい人間の見当は？この仕事をしてると怪しいやつにはたくさん出会うわ。もちろん客のことを疑った。でも考えられないのよ、私の客がやったとはね。ジョニーの他に何人もあんなひどいことできるわけがない。失踪した時の状況は？放課後はいつも友達と一緒に遊んでた。あの日はなんだか不吉な予感がしたの。忘れもしないわ。友達はみんな5時には家に帰ってた。あの子以外ね。禁煙中だ。偉いわね。空き地では何か見つかった？手がかりや目撃者は？いいえ、多分家出だからそのうち戻ってくるって言われたのよ。その5日後に見つかった。手に折り紙を握って、胸に蘭を置かれて。いつ通報を？8時頃。心配し始めて近所を探したわ。いつも遊び場にしている空き地にも行ったし、友達の家にもね。10時頃に警察に通報したわ。時間よ、シェルビーさん。満足してもらえた？さあ出てって。
ちょっとしたことでも何か思い出したら電話をくれ。覚えてろよ、クソ野郎。大丈夫？やつよりはね。あいつは昔の客、しつこいのよ。暴力を振るうからもう来ないでって言ったの。気をつけろ、多分また来るぞ。散らかして悪いな、シェルビーさん。ありがとう。ああ。